第22回、始まります。帰省ゆりラジオの案の地をメタメタに終わったところから、スタートです。休暇中も汗水垂らして探索を行い、ついに全ての得意性機器を集め終えたコンレイトウ。未踏破部分はほとんど消えて、残る探索最深部、アプス10階その奥地。そこには何が眠るのか、敵を避けつつ、ほらほら行くど。はぁ、着いた。最後の扉には魔女文字が刻まれ、押せども引けどもびくともしない。現在の知識ではどうにもならぬ。一度戻って報告しましょう。おや、おかえり、コーレイト。どうしたね。あんた、もしかして最後の得意性気品を見つけてきたってんじゃないだろうね。おやおや、こんなにあっさりと見つけてくるとは、まったくさすがだね、あんたは。でも、屋敷に漂うこの感じ。どうしたばあちゃん、集まったか？ああ、そうさね。ペリコや、ちょっと今に寝かせてある伯爵を見てきておくれ。なんだと？あいつか？あいつは嫌いだ。いいから黙って行ってきな。もし寝てたら引きずってでもいいからこっちに連れておいでな。さーて、どれどれ。一応確認はしておくとするかね。ああ、やっぱり間違いないね。確かにこれは得意性気品だ。これで7つ目だ、コーレイト。満月まであと6日。良くも悪くも、見事に予定通りじゃないかい。たまたまなのか、これこそが運命修練なのか、どっちだろうね。さまよえる魂は何でもお見通しってわけかい。まあその話は一旦置いとこうか。それに7つ目が見つかったが、ガレリアの地下迷宮が完全攻略できたってわけじゃないんだろう。あんたがそのまま攻略してないってことは、何らかの障害なり謎なりでつまずいているってことなんだろうが、さてどうしたものか。あんたのよりしろになってりゃ書き出せるってのに、こうなると打つ手がないね。なんだい、やけに早いと思ったら寄り道かい。伯爵のところには行ったのかい。まだだ、先にこれ修理してくれ。ウールーに頼まれてたから餌やってたのに動かなくなってた。ああ、やっぱり死んじまったかい。こりゃますますそろそろだね。鶏肉、修理してくれ。ペリコや、こいつは人形じゃないんだ。生き物は修理できないんだよ。生き物は修理できない？鶏肉は生き物か？ああそうさ。あとさっきの名前はここでは出すなって言ったらね。わかった。まあ用心のためさ、気をつけな。あと小鳥は庭にでも埋めてや。あとどれくらいで着くの？ああ、退屈させて悪いね。あと半日はかかるよ。このペースで行って、日が暮れる前になんとかってとこかね。背中痛いし、腰痛いし、肩凝ったし、あとあんたの父親見て気分悪くなった。でも私はナチが来てくれて本当に本当に嬉しかったんだ。おじさん止まって。おや、
あそこに子供が。ペリちゃん。なんだい、その子死んでるのかい。ペリちゃん、どうしたの。パイちゃん、パイちゃんが動かなくなった。動かない。ばあちゃん死んだかも。トマさんや伯爵様は。ねえペリちゃん、こいつここまで走ってきたの。馬車で半日だよ。ばあちゃん助けて。おじさん急いで、急いでください。どうしよう。これはもしかして。でもこのばあさんがなんで。ありえない。だけどこの症状は。伯爵様はいないみたいだし、ペリちゃんが言うには私たちが出発してからトバさんも来てないみたい。私今からオートに行ってくる。行ってお医者様を呼んでくる。でも今日はもう無理だよ。でもオートまで走っていくつもり。あんたもペリコみたく行き倒れるよ。今日はもうどうしようもないって。そういえばペリコはどう。ペリちゃんは私の部屋、相当疲れてたんだと思う。今はぐっすり寝てるよ。おばば様、なんで気づいてあげられなかったんだろう。体調悪いって分かっていたのに。ところで恒例党はもういるの。あ、そうだった。恒例党さんいますか。よかった、恒例党さんは無事だったんですね。ナチどうかしたの。七つ目の得意性気品がある。ってことはこれで九つ全部が揃ったってこと。九つ全てがここに揃っている。とうとう全部揃ったの。すごいです、コレートさん。それおばば様のメモ。ばあさんのメモを見る限り気品は集まったけど、恒例党はまだ地下迷宮の完全攻略はできてないだろうと。あとばあさんがどうやって手に入れたかはわからないけど、これが一緒に多分これが恒例党が行き詰まっている場所の謎なんだと思う。でもこの謎おそらく人が解ける問題じゃない。人が解けない謎ってこと。人がっていうか誰にも解かせないっていう怨念にも似た強い意志を感じるよ。まともにやったら数ヶ月、いや数年かけても解けないかもしれない。そういう類の謎だと思う。あ、でもこれってもしかしたらあの気品のあの本を使えってことじゃない。あれはダメ、危険すぎるし、何よりこの謎とばあさんの容体は無関係でしょ。もう迷宮探索を進める必要はないんだよ。でもおばば様をこのまま放ってはおけないよ。何か少しでもできることはしないと。で仮に謎が解けて地下迷宮を完全攻略できたらばあさんが元気になる。そんな都合のいいことありえないって。伯爵が望んだ気品が九つ全て揃った。ただそれだけだよ。で肝心の伯爵も留守なら今はどうしようもないでしょ。でもおばば様のために何かできないかな。今できること、今やれること。そうだ、伯爵様の部屋には行った。まだ行ってないよね。あそこ伯
爵様いるかも。私行ってみる。おい待てって。伯爵様いらっしゃいますか。呼んで出てこないならいないと思うけど。でももしかしたらおばば様みたいに中で倒れているかも。ねえまた鍵開けられる。まあいないだろうけど。あれ鍵が開いてる。伯爵様いらっしゃいませんか。おいあんまり奥に行くなよ。明かりもついてないし、いないって。伯爵様じゃない。ナッチ、これは作り物だよ。背格好は似ているけど、ただの人形。でも、伯爵様そっくりの人形が、なんでだろう。いや、それ多分伯爵の人形じゃないよ。伯爵本人だ。どういうこと。伯爵は人形だったってことだよ。魔法ってこと。魔法でそんなことできるの。できる、一応ね。地下で権限する人形兵と原理は同じだよ。でもここは地下じゃないからマナはないんじゃないの。そうだよ、この世界のマナは希薄だけど、実はガレリア宮の内部のマナは比較的濃いんだって。あれ、マナを感じない。てかマナがほとんどなくなっている。なんだこれ、どうして。もしかして気品が集まったから。ナチ、どうなってるの。伯爵様が実は人形だったとか言われても私簡単には信じられないよ。それに伯爵様はなんで人形だったの。人形ってことは誰かが作ったってこと。 ねえナチ。そんなこと私に聞かれても知らないよ。ごめん。もう出よう。あとばあさんの看病は二人で代わりやるか。先に私が見るから、あんたは寝てなよ。うん。おばば様、どうしたらいいんだろう。これまでどんな問題があっても、高齢党さんが探索して何かを見つけて、それで解決してくれてた。探索で。高齢党さんの探索で今回も切り開けるんじゃないのかな。それなら、これでもしかして。ごめんなさい。ユリ兄ちゃんを探していて。魔女様、いえ、ナチルさん、あなたに話せて本当によかった。革命が起きたぞ。火をかけろ。一人も逃がすな。どう、私トバリエール人でも名乗ろうかしら。あんたは火薬王とかどう。王とは今頃ギロチンでバッサバッサだろう。そうだ、あそこのガレリア宮、あそこを俺たちの城にしようぜ。夢？なんだ今の。普通の夢とは何か違う感じがした。もしかしてこれがあいつが言っていた夢。でもそれはあいつが預言者だから。え、これと、なんだこれ、どういうこと。そういえば
キッドがさまよえる魂の力がどうとか。あれ、高齢島さんがいる。あ、ごめん、うっかり居眠りしてた。まだ大丈夫だからあんたは寝てな。いや、ナチは寝てていいよ。おばば様も今は熱が出ているわけじゃないんだし、起きて看病しても意味はないよ。これはきっと普通の病気じゃない。何かもっと別のもの。え、ユリイカ。そうだ、ナチにお願いがあるの。地下の謎は全部解けたよ。門の前でこの言葉を唱えれば多分開く。だからこれを高齢島さんに書き込んでもらっていい？は？あれが解けた？あれは古代魔女文字だよ。あんたには謎を読むことも無理でしょ。ううん、簡単だったよ。これまでの碑文と照らし合わせれば3割は解読できたし、内容はよくある水子への鎮魂か。冒頭でそれが分かったから、あとはそこからの推論で解読。あ、いや、解読というより何か、そう、見えたって感じ。見えたってなんだよ。ユリ、あんたまさか。ナチ、私今頭の中が澄み渡ってるんだよ。深いモヤモヤが晴れて、どこまでも果てしなく透き通ってる感じ。あんた、あれを使ったの？うん、そうだよ。でも大丈夫、何の害もなかったよ。むしろ気分は良くなっちゃった。何やってんだよ。あ、でも高齢島さんは私に憑依できなくなったのかも。それになんで契約してないはずのナチのところに行くんだろう。それは多分、ううん、ナチ疲れてるでしょ。今日はもう寝よう。また明日ね。いや、お嬢さん、朝早くからすみません。新聞記者のトマースさん、その怪我は大丈夫ですか？ええ、ちょっとドジをやってしまいましてね。まったく散々ですよ。ごきげんよう、ユリイカさん。実は今日は魔女様にお願いがあってきましたの。ケイさん、ごめんなさい。実はおばば様は。そうでしたか、わかりました。でもそれなら王都へお連れするよりお医者様をこちらに呼んだ方がいいかもしれません。急ぎお医者様を呼びに行かせましょう。それじゃ話が終わったら僕が手配するよ。あとはケイ頼んだよ。どうしたんですか？はい、そのお願いなんですが、以前お聞きしてたネジの気品をお借りできないかと思って。ガラヤのネジですか？嘘がつけなくなる。あ、ナチ、ケイさんにガラヤのネジを貸してあげたいんだけど、伯爵様もいないし、いいよね。はあ、ダメに決まっているでしょ。得意性気品はどれであっても貸せない。そもそも何が起きるかもよく分かってないんだよ。絶対にダメだ。え、なんで？私も気品の力ですごく良くなったし、それは使い方次第なんじゃない？謎だっておばば様やナチには解けなかったでしょ。今の私なら簡単に解けたんだよ。これってすごいことじゃない？あんたさ、本当にユリイカなの？まるで別人だよ。何言ってるの？私は私だよ。それに今ではいろいろなものが見えてきた。これは今までのバカな私には見えなかったもの、気がつくことすらできなかったもの。あのユリイカ、
あんた、やっぱりあんたは変わったよ。変わっていないよ。ナチこそ何なの？あなたの言うことにうなずいてばかりの私があなたにとっての私なの？そんなこと言っているわけじゃないだろう。言っているよ。部屋から全然出てこなかったナチはケイさんのことを何も知らないでしょ。意地悪してばっかりじゃない。さっき部屋を見たら鶏肉がいなくなってたよ。あれ、ナチがやったんじゃないの？いいよ、ナチがやってくれないなら私が自分でやる。絶対にダメだって。ユリイカさん、私、彼の力になってあげたいの。それに、このお腹の子の、ニコラの未来のためにも、お願いします。だから、得意性気品ってのは、そういうものじゃないんだよ。ナチは今まで何もしてこなかったじゃない。なんで今さら意地悪言って邪魔するの？邪魔はしないで。意地悪とかじゃ。ケイさん、こっちに。おお、これですか。ありがとう、ユリカさん。ご両親の本音が聞けるといいですね。あと、それは他の用途には絶対に使わないでください。危ないので。ええ、もちろんですよ。じゃあ、オートに戻ったら急いで医者を連れてきます。それじゃあケイ、行ってくる。ありがとう、ユリイカさん。私は魔女様の様子を見てまいりますね。はい、よろしくお願いします。あれ、そうだ、ナチは？ナチ？いるの？さっきは強く言ってごめんね。ケイさんが持ってきてくれたお菓子、ここに置いておくね。あれからだいぶ経つのに、まだお医者様は来ない。どうしたんだろう。え？空が赤い。空が燃えている！ナチ！来て！空が大変なことに！なんだよこれ。真っ赤じゃない？なんで？向こうの雲が下から照らされて赤くなってる。コートが燃えてるの。革命だ。革命が起きたんだ。きっとここにも大勢の人が来る。革命？そうだよ。逃げよう、ユリカ。屋敷も危ない。ダメだよ、おばば様がまだいるのに。お医者様を待たなくちゃ。こんな状態じゃ医者なんて来ないよ。ここからわかるくらいオートが燃えているなら、向こうは怪我人だらけでしょ。うん。音が近い。ケイさん、どうしたんですか？オートが燃えている。あの音は、門が壊れた音。もうこんなところまで人が。きっとオートから来たんじゃないわ。おそらく街道沿いにある村々の人たちが近くの貴族を襲っているんだと思います。なんで？虐げられ、荘園で貧しい暮らしをしているノードが貴族を好きなわけないでしょ。起きるんだよ、革命は。このままじゃ乗り込まれるかも。お二人とも戻りましょう。とりあえず屋敷の中に。おばば様！ナチ！おばば様がいなくなってる！こっちにもいない。どういうこと？そうだ！
ペリちゃんを起こさないと。ペリちゃん。ああ、探したよ。無事だったかい。なんでお前がここにいるんだ。怖がらせちゃったね。ここは危ない。さあ、こっちにおいで。さあ、早く。心配しなくてもいいんだ。大丈夫だから。ほら、立てって。ナチル。お二人ともこちらへ。お早く。キルさん。あなたは近くの荘園の。こんなところで一体何を。おい、ナチル。お二人とも、私は大丈夫です。年長者ですし、それに私はもともと市民の出ですから。どうなってるの、ナチ。これは革命という名の暴動だよ。市民の武装蜂起。力を持てば人は必ずそれを使う。でもみんなあんなに仲が良かったのに。それはあの力関係の中での話だよ。力のバランスが変われば考えは変わる。考えが変われば人の行動は。なんだよ。私もう一度ペリちゃん見てくる。よく思い出したら血も出てなかったし、見間違いだったかも。うち何をしているの。シール術だよ。これがあれば簡単にはこの部屋には入れない。だけど持つのはあの時くらい。今ここを破られたら、あの人が逃がしてくれたことも無駄になっちゃう。うち聞きたいんだけど、もし高齢島そのものが壊されたりしたら、高齢島さんはどうなるの。何言ってんの。今はそれどころじゃないでしょ。落ち着いて、ナッチ。大事なことなの。わからないよ。こいつに関しては今誰をよりしろにしているのか、私らのどちらなのかもよくわからないんだ。ねえ、ナッチ、落ち着いて。本当にわからないんだよ。よりしろに戻ってくるのか、それとも契約そのものが切れ、最悪そのまま消滅になるのか。ありがとう、ナッチ。やっぱり私、高齢島さんにはもう一度地下に行ってもらうのがいいと思う。あの迷宮の門の先に何があるかわからない。でもあの先に行くべきだと思う。気品を隠した迷宮、それらの先に何があるのか。私はその先にこそきっと迷宮を作り出した作者のメッセージがあるんだと思う。そしてそれは今ここで起きている不可思議な現象の秘密につながるはず。ユリ、高齢島さん行って、そして何かを見つけてきて。今私たちを助けられるのはあなただけなの。
コウレイ島さん、お願い！といったところで、今回は終了です。次回、ユリイカ編最終回。それでは皆さん、お達者で。